ショットクロック3秒2秒西川タフショット、リバウンドはどうか、チェイス・ビーラーバスケットカウント、リメッツに入れる。先ほどはここでファールがありました。つない中に入ってうまく決めてきました、つないユウスケです。さあ第1クォーターラストオフェンス、西宮ポーター、スリーポイント決まった、ドーハラがボールを持つ、スリーも打てるドーハラですがディメッツに入れた、柔らかいタッチで決めました。1投目は失敗のジョーンズです。ボールこぼしてフィーラーこぼしてしまいました、西宮ボール、中西に入れて高さのミスマッチ生かしてガルシアの上から打ってきました。この後プレー止まればオフィシャルタイムアウトです。ジョーンズのワンハンド、デクワン・ジョーンズ昨日に続いて見事な身体能力活躍を見せています。このプレー右手一本ワンハンドできました、さすが元 NBA プレーヤー、見事な活躍です。リバウンドはジュガディベッツ、中に入れてリングに当たっていません。ショットクロック残り10秒のところで、おっとこれも1クォーター10分間で41得点を挙げた試合もありました。ただこの第2クォーター苦しんでいます。井上の3、今日3本目、今日は井上が1つ鍵となりそうです。渡辺ここは守った、ブロックショットチェイスフィーラー、まだ時間あります、ロングショットあるか、ブザービーター狙ってきましたがここは落ちました。第2クォーター終了です。出てきています、渡辺翔太に代わって、まあ、スターターの渡辺に代わってつないが出ている西宮です。ユーロステップからレイナルド・ガルシア、これで同点です。ポゼッション以内でシーソーゲームになりそうな展開です。ガルシアうまくかわしていった、川島瀬名のディフェンスですがうまく外していきました。フィーラーを経由して西川、ガルシアのスリーポイント、ここも来た、今日1本目のレイナルド・ガルシア。ジョーンズ中に入る、つないからパス、渡辺翔太スリーできた、さあこれが決まって2点差、渡辺今日3本目。チームタイムアウトは両チームとも2つずつ残しています。ガルシア見事なテクニックで決めてきました。西宮ストークス対佐賀バルーナーズ、昨日今日の2連戦ゲーム283対71、西地区首位の佐賀バルーナーズが見事に勝利、7連勝を飾っています。